小笠原高弘は愛知県田原市出身の自転車競技、マウンテンバイク、エクステラマウンテンバイクナショナルチームコーチ。幼少期から自転車競技全般、トライアスロンで活躍しており、マウンテンロードトライアスロンで数々の戦績を残していた。2001年には UCI マウンテンバイク世界選手権に初選出され、以降通算5回選出された。 2002年マウンテンバイク U23 全日本チャンピオンである。2002年チームトレック、2003年チームゲイリー・フィッシャーに所属、2004年からはアメリカに本拠地を移し、チームスバル、ゲイリー・フィッシャーに参戦開始。初参加から日本人トップ選手として活躍し、以降10年以上にわたり海外レースを転戦。 アジアパシフィックツアーなど数々の大会で入賞を果たした。エクステラジャパンでは日本チャンピオンに8度輝いた。2010年からはマウンテンバイクナショナルチームのスタッフとして更新の育成に携わる傍らで2012年マウンテンバイクシングルスピード全日本チャンピオンを獲得。以降2017年には UCI マウンテンバイク世界選手権に参戦するなど 現在まで20年以上日本のトップカテゴリーに、属しレースに参戦している。自ら選手として活動するから、2000年代から大会プロデュースやアドバイザーとしても活動をしており、マウンテンバイクレースの監修のみならず、2014年にはロードレース、2018年以降はオフロードトライアスロンでは、自転車競技監督として獲得メダル数及び、 入賞率が過去最高となった。その他、ジュニア選手、ユース選手の育成にも力を入れている。2019年度よりジュニアを対象にした、マウンテンバイクチーム、ファインノバラボを立ち上げることが発表された2019年度の、ファインノバラボメンバーの戦績は、前年度に比較して向上しており、今後のジュニアシーンの育成に期待が持てる。 2018年オフロードトライアスロン印象部国のアドバイザーを務めたのを皮切りにオフロードトライアスロンの面白さを日本国内に広める活動を行っており2020年10月には自身の地元である愛知県田原市で第1回目となるオフロードトライアスロン委員田原を開催した多くの地元スポンサーがつき参加者は総勢100名を超えた 会場となった白谷海浜公園の美しい景色も大会に花を添えた。数々のメディアに指南役として継続的に登場している。また、学校や企業、各種団体向けの講演も行っている。ありがとうございます。